って行きたまえ。えいだから寝てなって言ったの。金ちゃん大丈夫かな。心配ねえよ、あいつなら。お天道様も味方してるみてえだしな。あいつの切り札のよ。切り札？あ、シドさんは大丈夫でしょうか。え、あ、いえ、屋敷の中で助けてもらったもので、それってつまりそういうこと。銀次、おめえの努力は報われねえな。待っててね、まどかちゃん、俺が君を必ず守ってみせるから。なんだなんだ、あのおっちゃん、なんだかだんだん電撃が効かなくなってるような。そろそろ限界だよ。まだ遠い。もう少し粘らなくちゃ。切り札は。バンちゃん。どうしたの、バン君。バンちゃん、勝ったよ。たく、ヒヤヒヤさせやがって。しょうがないよ、だってこいつ本当に強かったんだから。修行だ修行。それよりさっさと帰ろうぜ。こんな野郎も完全に参ったわけじゃなさそうだしな。どうした銀次。ごめんバンちゃん、俺やっぱりシドのことを。そのなりじゃ、一人で行っても足手まといだろ。バンちゃん。ごめん、バンちゃん。何が？シドのこと。おめえが謝ることじゃねえだろ。でも、やっぱ昔の仲間だし、あいつがバンちゃん狙ったの、俺のせいだと思うから。俺がボルツを解散させて、皆無限城にいられなくなったから。悪鬼の巣窟、無限城か。特にカズちゃんみたく自分のグループを持たなかった人は居場所がなくなって、きっとそれで阿久津のところに。悪い奴じゃないんだ本当に。
どうしようもなく孤独で、ちょうどあの頃の俺みたく。そう、あの頃の俺みたく心の中に雨が降り続けてるんだ。猿の次は猫か。そんな子供騙して私に勝てると思うのか。貴様、確か無限城の出だったな。なるほど、ゴミ溜めでネズミ相手に覚えた技ではその程度か。ネズミはてめえらなんかよりよっぽどマシな奴らだぜ。ほざけ。ならば口当てネズミの餌となれ。どうせ貴様の死を悲しむ者などおらんだろうからな。俺が死んで悲しむ奴なんだ。どこにもいねえのさ。俺が悲しむよ。それじゃ足りないかな。こらったー。どうしたの、まどかちゃん。シドさんの声が。え、すみません、これお願いします。え、あ、モッツァルトじっとしてるのよ。ちょっと、まどかちゃん。まどかちゃん、もう無茶しないで。どこ行け。シドさんが。え、分かっています。あの人が敵だということは。でも分かったわ。くそ、シドのやつ一体どこにいるんだ。なあ銀次、あのシドって野郎、先住民族マリウドの末裔とか言ってたな。うん。ってことはひょっとして自分から無限城に。うん、俺は物心つく頃にはもうあそこにいたけど、シドが来たのは8年くらい前かな。何かから逃げてるみたいだったけど、それがどうしたの。ラン君、銀ちゃん、ヘブン、マドカちゃん、どうして。この子がどうしてもシドってこのところに行きたいって言うからさ。ねえ、なんでマドカちゃんがシドのところに。後だ。で、シドの野郎がどこに行くか分かるのか。はい。よっしゃ、案内してくれ。行くぞ銀次。ほら行くわよ。何に擬態する？いっそ鳥にでも化けそのまま逃げ出すか。おお、それはグッドアイディアだな。よー、猿回し、ずいぶんやられてるじゃねえか。てめえ。シド、ごめん、俺が頼んだせいで。ここからは3人で戦おう。その様子だと弟は倒れたか。へえ、弱すぎてびっくりしたぜ。ふん、恥を注ぐのも兄の役目か。よかろう、三人で来るがよい。貴様らごとき束になろうと私の相手だ。うるせえよ。シド、これは俺の勝負だ。手を出すんじゃねえ。それからミドーバン、黙ってそこで見物してな。この俺の切り札をよ。てめえとの格の違いってやつを教えてやる。同じこと、同じこと、三人も一人も同じことだ。腕隠れたつもりか。この剣暴風じゃ。
モリ？大森だと？見たか、我ら魔竜殿の操縦術、カゲロウの不思議を。やるじゃねえか、猿回し。見たかよ、御堂番。俺の本気を。とどめだ！ダメ、シドさん。もうやめてください。それ以上は、たとえ相手が悪い人でも。お願い。シド！やったな、シド！ったく、相変わらず大げさな奴だぜ。どうだ、御堂番。俺が本気になればてめえなんざ。ギリギリだったくせに。あ、番ちゃん、一度も、仲良く、仲良く。やっぱ、てめえとは合いそうにね。おい。てめえ一体何を？今にわかる。あ、ほら、待て、この猿回し！シド？シド！ごめんね。いやー、まさかあの盲導犬がバイオリンを持ち逃げするとな。あのね、私と遊んでたの。そしたら、ピーってなって、パクってこうやってピューっていっちゃって。あの猿回し、さっきの上はこれかよ。シド、くそ、こうなったらもう一度阿久津の屋敷に乗り込んで。いいんです、もう、いいんです。きっとシドさんにはシドさんの事情があったんだと思います。皆さん、ありがとうございました。私、今日の演奏は普通のバイオリンで頑張ります。待てよ、俺たちに任しときゃよ、まだ十分。ストラディバリウスがないのは残念ですけど、大丈夫、きっと先生も分かってくれます。それに楽器に頼らず最高の音を出す、それぐらいできないと先生の弟子とは言えませんから。まどかちゃん、はあ、よかねえよ、それじゃあ奪還失敗、奪還料はパー、ただ働きじゃねえか。ご心配なく、奪還料はちゃんとお支払いしますから。え？わあ、パンちゃん元気。今笑ったでしょ。うるせえ。今笑ってたんだよな。本当にいいの？まだ間に合うよ。なんなら俺たちもう一度。まどかちゃん、モーツァルト、シド、てめえ猿回し、何しに来やがった。てめえに用はねえ。なんだと。まどかっつったな。はい。これ返しに来たぜ。そこのヘビ野郎にムカついて持ってったけどよ、俺が持ってても仕方ねえし、阿久津に渡す義理もねえしな。すまなかったな、シドさん。シド、これから一体。さあな、仲間といられる場所が欲しくて阿久津の用心棒になったが、奴の屋敷に戻る気はねえし、特に当てもねえけどよ。また見つけるさ、新しい居場所よ、シド。じゃあな。待ってください。よかったら聞いていっていただけませんか。私のバイオリン、お友達もご一緒に。え、ちょっと待てよ、こいつの仲間ってのは動物なんだぜ。動物は会場に入れないわよね。そうそう。無理すんなって。無理なんかじゃありません、ステージでなくても演奏はできますから。具合はいかがですか、ビスコンティ先生。こんな遠方までいらっしゃらなくても、セニョリータマドカは
いつでもイタリアに行くとおっしゃってくれましたのに。止めてくれ。先生、音がする。は？窓かの音が。これは分からん風マリーク。これが音楽だ。演奏だった。昨夜の演奏もそうだが、あの路地裏での演奏は特に見事だった。そんな。これが最後の旅だと思っていた。病に侵されもう自分に生きる力はないものと。しかし窓か、君の音に命を吹き込まれた気分だよ。先生、ありがとう。それはそうと、君の演奏に以前にはなかった艶のようなものは感じられたが、それはなぜかな。え？やはりそうか。そうって恋をしているのだろう。あ、先生。そんな目で見る。軽蔑するのか、この私を。そんな目で私を見るな。見るな。見るな。アフターサービス終了。夢は見れたかよ。御堂番が阿久津をね。余計な真似を。和樹も和樹だ。いちいちくだらねえこと知らせやがって。シドさん、用事は済んだのか。はい。そっか。本当にいいのか。何がですか。おめえんちに俺みてえなやつを居候させてだよ。おまけにこいつらまで。気に入りませんか。そういうことじゃなくてよ。だが変わった女だぜ。なあ。はい。その目いつから。生まれた時からずっとです。だから私には草も花も木も空も本当はどんなものかわからない。わからないから想像するんです。私にもわかるバイオリンの音に姿を変えて。なあ、バイオリン弾いてみせてくれねえか。